チームはね、はい、非常にバランス、右と左のバランスがね、左に傾かない、右に傾かないで、はい、非常にその右左にね、バランスよく攻めてますね。だからネパールとしても非常に守りにくくなっていると思いますね。なるほど、どちらから来るかわからないと。そうですね、非常にバランスがいいですね、今日はね。今までを見てますと左サイドがやや攻撃的、はい、右サイドが守備的という感じでしたね、はいはい、さあ中村ボールを送る、吉原康太ちょっと浮かして入った、ゴール、見事なゴール、スーパーゴール、ファインゴール、ゴール見てませんよ吉原、はい、5対0日本、見事な吉原のゴール、中村俊輔から前半の31分、見事なスーパーゴール、吉原一次予選9得点目。今のはどういうプレーなんですか。これ、ね、キーパーを見ながらね、もう本当感覚で足を出してますね、ここにね。はあ、今のアウトサイドに当てたんですか。本当に素晴らしい得点です。これは難しいですよ。これはすごいゴールですね。おそらく一次予選の総得点の中でも一番のファインゴールでしょうね。これはね、相手のレベル質関係なくね、これは非常に絵になる得点ですね。早くも5対0となりました。でも忘れちゃいけないのは、中村もよく右足であそこまで届くんですね。あ、そうですね。これもやっぱりファインプレーですね。左利きの選手ですからね、はい。